です。今からこちらのチャーム、マスクチャームに組み上げてみたいと思います。金具用意しとけっていう話ですが、してません。ライブ配信中です、はい、もう配信されてるの、はい、いつの間に早く、そうです。全然で配信しとったんじゃなくてるんでしょ。今日は月に一度のイベントをやっております。毎月第2木曜日に桜クラスター開催しておりまして、今日はイベントの日となっております。そう、今組んでいるマスクチャームはタロットセラピストのさつきみゆさんのマスクチャームを組み上げる形になります。ありがとうございます。はい、音をどのくらい拾っているのかとか全然わかりません。大丈夫でしょうか。肉球大丈夫、来てくださってる方ありがとうございます。これね、マスクチャームとか私はこうやってキーボードマスクチャームついますけどね。丸カンをつけました。どこだ、これ、可愛いよ、何でもつけられるよ。キキにつけちゃおうかな。こうやるといいのかな。それも可愛いね。ピントが合わないよね。手元配信難しいね。あの後ろにこう手を当ててこうやってやると、やったんだけどね、全然ダメ。歌わない、なかなか合ってくれない。なんとなく見ててください。なんだそりゃ。なんとなく配信してます。そうですね、この後何がいいですかね。はい、ありがとうございます。かわいい、すごい、ちょっとリボンがさ、ね、いっぱい用意してあります。いただきます。食べるで今ね、ずっと待ってた。食べてあげてないと思って、あんたもいる。すみません、なんかすごい素敵、かわいいですね。あ、いいですね、いいですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、うん、綺麗ね。すごい。これ向きが違うの。向き違うの。そう、向きが違う。そうなの。今日はおすすめはその糸掛け曼荼羅を入れた。はい、それはピアスかネックレスができるんですけど、いや、イヤリングももちろん大丈夫なんですけど、ご自身でかけてもらって、それを後日アクセサリーにするっていう形を今大プッシュ中です。いいですね、素敵よね、涼しさ。よかったら、ね、透明クリアのやつって本当に綺麗ね。はい、もうすぐこれが組み上がるので、またゆっくりちょっと時間が、はーい、遊びに来てください。ありがとうございます。はい、できました。こんな感じで撮ったら見えるかな。来ました。おー、パチ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 、でもやっぱりピントがあんまり合わない。うん、ね、やっほー、のりこさん元気に。これさつきさんの今ね、作ってもらった、できました。この間のね、かわいい、かわいい。のりこさんのはあれだ、
のりこさんのこれまだ組んでないですよ。覚えてる？この間のね。ちょっと見づらいね、これだと。そうだね、白の方がいい。さあちゃん、今月は1枚には出るの？あの、心得？あ、心得。あ、1枚のね。あの、多分私は出ない日ないよ。あ、違う違う、ダメじゃねえ、何じゃ。あ、今月はね、言われてない、でも。寝たよ。ね、のりちんね。白いの持ってきました。今日がね、ちょっと来れなかったからね。もしね、来られたら全然。あの、来られる人はいきなり買ってもらっても、ちょっとお知らせはね、間に合わないとき。まあ、ウェブはできるけど。あ、そうかそうか。でも、それでよければ、全然あの出店したい人だったら、少ないから、全然大丈夫。ルサが待ってます。あー。火曜日とかになっても、月曜日はなんか出勤になって。全然いいよ。だから、どっちでも別にほら、決めてないから、こちらが自分が逆にその日しか休めないからって言って固定になってる。バワール。別に月火はどっち出てもいいし、犬の食育をされている恵子さんが、先週イベントの際にかけてくださった糸掛けマンダラアクセサリーのパーツにルサにしたところとなっております。でこちらもこちらもですね、これから組み上げてお渡しになるんですけれども、ご自身でかけた糸掛けがマンダラがアクセサリーになります。これね、あ、どう、髪が、あ、そうなんだよね、髪もね、いや、アクセサリーね、けいこさんのもかわいいね。そう、こんな感じでこれちょっと出来損ないというか、やってる最中なんですけどね、大きさがちょっと変ってこに、こういう感じで、こっちが9センチですね。でこっちがこれ 3.5 かな、4センチかなくらいの小さいアクセサリー用の糸掛けマンダラになりまして、こちらを加工してこんな感じのアクセサリーになります。こんなちっちゃい、かわいいですね、ちっちゃいのも。はい、よかったら来月また第2木曜日にクラスターやってますので、こちら遊びに来てぜひ作ってみてください。では一旦終わりにします。また後で時間あったら配信します。さよなら。ちっちゃいのかわいい。のりこさんまたね。のりちゃんまたね。